で、川田選手はユースタイルで来いと、まあ、いう発言ありましたね、高山選手に対して。確かに俺はだからそういうスタイルできないけど、でも彼はそれを得意としてるわけだから、そういうスタイルで来てくれたら、ね、自分の持ち味も出せると思うしかあるよね。神宮大会は顔面蹴り4連発で8分台で決着つきましたが、今日はいかがでしょうか。分かりません、はっきり言って、いよいよ念願の2度目の川田選手とのシングルマッチ、今のお気持ちはいかがですか。そうですね、楽しみです。楽しみですか。はい、川田選手のユースタイルで来いという言葉に対して、僕の答えを今日リングで出します。皆さん見ててください。5年目を迎えました全日本プロレス。さあ本田多門が外に追っていく、ハンセンが引きずり下ろします。ザンハンセンが本田多門を引きずり下ろして鉄柵打った。さらに髪の毛を持っている、長く伸びた本田多門の髪の毛であります。さらにハードロックライルボーを落とした。カバーはカウント2です。いつも流れに大きな声で武道館いっぱいに響くような声でレフェリーにアピールをするスタン・ハンセンです。第5代、第7代、第9代、第13代の三冠王者スタン・ハンセンにハイキック、縁エルボー、縁倒れる。さあ鶴田が入った、鶴田が入った、鶴田にタッチ。さあコブラツイストに行くぞ。さらにハンセンエルボー、タモンのこの石頭に落としていきました。タモンの髪の毛がだらんと下がります。口に髪の毛が入っています。さあ鶴田ねじるねじる、そして脇腹にこの握った拳をグリッグリッと押し付けていきます。ジャンボ鶴田ともにオリンピックアマレスで出場経験のあるこの2人が絡んでおります。さあここでジャイアント馬場がリングインであります。さあ馬場もコブラ、馬場も行きました。馬場もコブラツイスト、ぐっと踏ん張っております。馬場、ジャイアント馬場、25年にわたるこの全日本プロレス、この全日本を支えてきたのがジャイアント馬場です。その苦労が顔にも、あるいは一本一本のシワに現れているのかもしれません。ジャイアントバムがこの25年一番印象に残っている試合は何かと聞いたところ、デビューしたこの全日本プロレスがデビューした、そう1972年10月21日町田市体育館のタッグマッチ、内容はともかく自分が全日本プロレスという一団体の責任者になった、その気持ちで一番印象に残っていると語っていました。さあリングの中ではスタン・ハンセン、そして本田多門が試合の権利を得ております。さあ、馬場がラリアット出すかというようなそういった仕草を見せました。あ、ハンセン捕まっております。3人での攻撃、さあキメラが入った170キロの巨体、ハンセンにダイビングジャンピングボディープレス、ハンセン悶絶、チョップに行く、ハンセンヘッドバット3連発4連発5連発、さらにキメラエルボー行く、エルボーだエルボーだ、首を取って投げるフレンクメイヤー、ハンマー落とす、キメラを片指固めた、カウント2、10分を経過しました。スタン・ハンセン口を投げる、口に試合の権利が移っています。逆水平からジャンボ鶴田、再びリングに入ります。1989年4月18日、ジャンピングキチンシンクを見せました。そう1989年4月18日、大田区体育館にてハンセンを破り、インター、PWF、UN3 つのベルトを統一、初の
三冠王座に輝いたのがこのジャンボ鶴田、間違いなく全日本プロレスの一時代を築いた男であります。さあその鶴田投げられたダブルのチョップ、カウントはカウント1つ、ジャイアント馬場がカバーに入りました。ここに指定愛、愛が見られます。コーナーに押してラリアット、久々登場のジャンボ鶴田、再びコーナーからラリアットを食らいます。フライングメイヤーからカバーに入ります。カウントは2、スクッと立ち上がりましたジャンボ鶴田。ヘッドバット、本田多門がヘッドバットに行きます。デビュー4年目の本田多門、ジャンボラリアット空振り、もう一発ハイキック、ハイキック、そして右の拳を高々と上げました。持ち上げる、口が入る、しかしバックドロップ、行きたいぞ鶴田、ヘッドバットです。ロップからわーっと低いキック、膝が入りました。右の膝かなり痛めました。そしてハンセンへタッチ。82年、全日本プロレス10周年の新春ジャイアントシリーズからこの全日マットに参戦したハンセン、しかし口がやられた、16問達、これはいった、ダブルのキック。さあ木原が鶴田にヘッドバット、逆に木原が固められます。さあ馬場とハンセン、ダブルの逆水平、木原悶絶、エンブロン下に落ちました。さあリング内、ハンセン、本田とも、ハンセン、本田とも、鶴田を呼んだ、鶴田を呼んだ、さあ鶴田がジャンピングに、うなります、場内うなります。さらに馬場へ16号、そして待ってました、左腕がうなります、うなります。テキサス出身ウエスタン、ラリアット、カバーに入った、夢の戦い、ジャイアントのスタンハンセン、そしてジャンボ鶴田組が制しました。最後はジャンピングに16問、そしてウエスタンラリアットという夢の、また夢の黄金の技が繰り出されました。新しいパソコンの頭脳インテル、その川田俊明、試合の立ち上がり劣勢を強いられております。あー、コンタクトを取ることができません。さあ腕を伸ばします、力比べの体勢に入ろうというところか。キックだ、おった、高山の掌底が川田の顔面に炸裂。馬場さん、今日の高山は今年これまでのスポット参戦と違いますね。体をよく使ってます、はい。まあ、あとレスリングでね、どう攻めていくかなんですよね。なるほど。さあ、おっと、川田の口のあたりから赤いものがうっすらと見えております。口の中を切りました。川田、今の掌底がズバッと顔面に炸裂しております。試合前の川田は話しておりました、今日は勝って高山を諦めさせる、今日がこの高山とは最後の試合にしたい、自信はあると話しておりましたこの川田ですが、試合の立ち上がりいきなり強烈な掌底お見舞いされております。さあ、おっと、掌底、この掌底が効いている、そして膝蹴りにエリフト、さあ連発だ、連発、おっと、今年のチャンピオンカーニバル優勝の川田、大劣勢を強いられております。高山はしかし表情を崩しません、至って冷静です。今年に入ってこの1年戦争終始この高山は川田を挑発するコメントを続けていたんですが、首狩り宣言にも終始冷静さを失わなかったこの川田俊明。さあこの川田俊明、どのあたりから
自分のペース本来の川田のファイトを見せてくれるんでしょうか。まあ、川田にしてみれば、まだ様子見ですよね、はい、しかしちょっとこれは手強いぞという表情見せてませんか川田は。まあ、そうですね、キックもいいですし、あの張り手もいいですよね、あの2位、まあ、これはね、やっぱりこの大きいということがね、はい、本当に小崎有利になるんですよね。なるほど。身長は196センチ、あのジャンボ鶴田と同じ堂々とした体育です。高山、さあグラウンドです。高山上から羽交い締め。試合時間あっという間に5分を経過しました。全日本プロレス旗揚げ25周年記念97ジャイアントシリーズ最終武道館大会、高山義弘と川田俊明のシングルマッチ。ここまでの5分間圧倒的に高山が試合のペースを掴んでおります。さあ川田俊明、ここは我慢の時間帯です。今うつ伏せ、川田の高山のグラウンドの攻撃を ここでね、はい、高山が川田を上向けにしてですね、はい、攻めなきゃいけないんですよね。そうですね、やっぱそこはまだ川田があのいいところでしょうね。それはそうはさせないという川田ですね。さあこれを仰向けにすることができるか高山。俺がレスラーである限り川田を狙い続けるとこの1年間言い続けてきたこの高山、今夜1年1ヶ月ぶりに念願の待ち焦がれたシングルマッチ。高山、ここまでは馬場さん思い通りの試合運びと見てよろしいですか。もう思い通りでしょうかね、まあ、そこはまだ僕はあの高山のレスリングを見たことないですからね、はい、蹴りとか張り手は効いてますね、はい、それはいいですね。さあスタンディングです。今度はスタンディングです。川田がいつ反撃に行くかですね。そうですね。おっと焦点焦点、この焦点が先ほどから聞いております。さあおっとニーリフト左にキックだ。川田は今日有効なキックをまだ一発も振り出しておりません。1年1ヶ月前のシングルマッチでは川田の顔面キック4連発でこの高山をマットに沈めたんですが、今日はまだその伝家の宝刀炸裂しておりません。川田ちょっと様子見の時間が私には長いように思われます。場外です。川田リングの中央、高山1年1ヶ月前のシングルマッチは勝負タイムが8分と29秒でした。試合前の川田は今日の試合展開全く想像がつかないと話しておりましたが、よもやの大苦戦を強いられております。川田場外をぐるぐる半周、これは川田にとっては非常に珍しい光景です。高山義弘を諦めさせるには今日は川田圧勝しなければいけません。腕を伸ばします川田、身長差は13センチ、川田183センチ。組み合います、首を取り合う、組み合います、頭をつけます、ブレイク。キック、うん、これかわした、逆に高山正体、これかわした。さあグラウンド、腕ひしぎ、川田はこらえております。川田こらえている、川田の腕と腕が離れたら高山にとっては大チャンス。さあここは川田どうなんだ、余裕はまだあるのか。高山にとってはこのグラウンドでの関節技というのは得意なファイティングスタイルであります。高山義弘31歳、昭和41年9月の19日東京墨田区出身、26歳でプロレスデビューしました。マット歴はわずか5年ですが、堂々の体育を生かして頭角をめきめきと表してきました。さあ三冠王座にもついたこの川田、あーと入った、これは入った、嬉しい、逆十字十分決まっております。
さあ川田大ピンチだ。川田が危ない。おっとおっと、さあ徐々にロープに、今川田の足がサードロープに触れました。ロープが行く、離せない離せない、これはいけません。ああ、ロープブレーキではありましたが、馬場さん、今の腕ひしぎも十分な体勢で決まりましたね。そうですね、はい、ですね、まあ、あれを川田が捉えていた両者の顔を見てましたね、はい、あと川田がどうやって反撃するかというところが見ものですよね、はい、さあ高山のキック、長いコンパスのキック、勝負時間、試合時間10分を経過しております。川田俊明と高山義弘の差しの60分一本勝負、1年1ヶ月ぶりのシングルマッチ、まあ、川田にしてみれば、はい、あの高山のスタミナをなくするのを待ってるのかもしれませんね。なるほど。さあしかし先ほどからこのニーリフト、そして長いコンパスの高山のキックが川田の後部を捉えることが数えきれないくらい数多く起こっております。さあそして川田の口からは赤い赤い血が鮮血しております。キックを捉えた、捉えたぞ川田、捉えたぞ、ベリアット倒した。さあ高山よく見ております、余裕があります。1年1ヶ月前のシングルマッチは8分と29秒、その時間はもうとっくに過ぎております。10分を経過しております。ああ川田の、川田の目が徐々に徐々に厳しくなってきた。倒した、さあグラビア、いやスタンディングに持ち出しました。いや馬場さん、川田のキックがまだ有効なもの決まっておりませんね。そうですね、やはりこの身長差のある相手にキックというのは、もう身長もありますしね、体重もありますしね、はい、さあ川田俊明、どのあたりから自分本来のファイトを見せてくれるんでしょうか。さあうつ伏せです、川田俊明。この川田が仰向けになりますと、先ほどのように腕ひしげあります、膝十字固めもあります、アキレス腱固めもあります、同締めスリーパーもあります。これが高山、なんとしても仰向けにしなければいけない。こういうところにまだあのレスリングのね、はい、技的なものがないんですよね、高山はね。さあ川田俊明、張り手をしたりするところには非常に威力がありますからね、はい、こういうところを覚えたら素晴らしい選手になると思いますね。なるほど。元三冠王者、そして今年のチャンピオンカーニバル優勝の川田俊明相手に高山義弘、素晴らしい試合展開であります。97ジャイアントシリーズ最終武道館大会セミメインイベントのシングルマッチ、ニーリフトです。ニーリフトキックを打っていくぞ。さあもう一度いくか、先ほどは決まった腕ひしぎ、がっちりと、しかし川田俊明自らの右腕を押さえております。腕ひしぎには入っておりません。さあ高山、去年の9月の11日の仮を1年1ヶ月経った今日、この日本武道館第2勝機の下で果たすことができるのか。腕ひしぎ逆十字、川田口から血を出しておりますが、まだまだ余裕があるのか、腕ひしぎ入っておりません。ストマックのあたり、張り手を見舞っていきます高山。3月1日の全日本マット初参戦ではいきなりゲイリー・オブライトと組んで世界タッグのタイトルマッチに初挑戦いたしましたこの高山、その時はこの川田俊明のストレッチプラマ、おーっとこれはいけません。川田の足がサードロープを捉えておりますが、高山ブレイクしません。今ようやくブレイク、キック捉えた、川田足をかけたぞ、マウントポジション川田。さあ
1年1ヶ月前初のシングル対決。おっと、さあこの体勢から高山、川田の左の腕を取りに行きます。今15分を経過しました。川田俊明と高山のシングルマッチ、グラウンドの攻防、高山優勢。さあ川田俊明、今日でこの高山との抗争、試合は最後にしたいんだと今日の試合前話しておりました。U スタイルで来いというこの川田の要望に応えまして、高山も今日は自分の得意な U スタイル。おっと今一瞬腕ひしぎ逆十字入ったかに見えましたが、こらえております。川田俊明グラウンドの攻防が続きます。川田と高山差しの60分一本勝負、試合時間4分の1が経過しました。すでに15分を経過しております。3月1日に世界卓球に挑戦した時の勝負タイムが14分と12秒、その時間も超えたことになった。さあグラウンド、川田が上だ、川田が上、先ほどの馬場さんご指摘のように、この川田俊明、十分な時間をかけて高山のスタミナを奪っていこうという作戦なんでしょうか。マウントポジションは川田俊明が上だ。さあ川田、タックルだ、グーだ、打っていく。さあそしてタイミング、岩石落としの内政、バックドラップ。さあそしてもう一つストレッチプラムだ。川田俊明、3月1日にレフェリーストップをもたらしたこのストレッチプラムが再びこの日本武道館、ロープまでは距離があると。さあ川田ブレイクします。カバーはカウントは2つです。ブレイクはしましたが、まだまだこの川田余裕がある。サイドネットロックからニールフト、高山です、高山です、高山ニールフト、バック取った、ジャーマンだ、ジャーマンだ。そして腕ひしぎは危ない、川田危ない、いやいやいや、腕ひしぎはこらえております。川田の足、左足、サードロープを捉えております。高山今度は綺麗にブレイク、ブレイクします。高山のぶしのような風貌、この川田俊明をこの1年10ヶ月執拗に追い続けてきた。サーバーが戻った、エルボーでかわした、チョップだ、チョップだ、チョップの応酬、川田だ、でこれでポイントだ。さあ来た、川田が来た、これが川田だ、これが全日本プロレスだ。ポイントだ、ジャンピングキック2連発。肩は今ついた、カウント、カウント3。川田俊明、やはり今宵も顔面キック2連発、堂々の勝利であります。高山義弘、雪辱なりませんでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。